メルクリケラトプスは、現在の北アメリカ大陸に生息したケラトプス類に、属する恐竜。白コウ期カンパニアンキに生息した。アメリカモンタナ州のジュディス・リバー類層及び、カナダアルバータ州のダイナソーパーク類層から、発見されている。マーストリヒチアンキ以前のものでカナダと、アメリカ双方から発見されたケラトプス類としては、初であり、また、 カナダのカスモサウルス赤としても、最古のものである。2007年、民間企業であるトリーボルド・パレオントロジーが、モンタナ州、ファーガス郡で、フリルの一部を見つけた。それは2014年、ダイアンらによっても色種メルクリケラトプス・ゲミニ、マーク・ユライス・ラタップス・ジェミニと名付けられた。俗名は、角竜類に、特有のフリルから、ローマ神話の神の使いであるメルクリウスの羽根付き。 ヘルメットを彷彿とさせることにちなみ、メルクリウスのケラトプスを意味する。ケラトプスセラタップスは、慣習的に角流類にしばしば与えられがちである。種照明は、双子座を意味し、別々の場所から発見された同種の別個体の、同じ部分の標本について研究している。マーキュリーマーキュリーには、水星の意味もあるが、 双子座と共に天体と神話に関係しているのは被災者のユーモアである。メルクリケラトプスゲミにはジュディス・リバー類層上部とダイナソーパーク類層下部から算出した二つの臨場骨のみで知られている。これら地層は相除的にどちらも大体同じ時代、カンパニアン中期のものと思われる。ホロタイプロム64,222はトリーボルドパレオントロジーによって ジュディス・リバー・ルイソーから発見されたもので断片的な右の臨場骨である。おそらく亜生体の個体のものであると思われる。それはロイヤル・オンタリオ博物館に送られた。二つ目の標本、アルバップ54559も断片的な右の臨場骨だった。わずかだが、ホロタイプより大きくおそらくより高齢の個体であったと思われる。それは、 アルバータ大学の化石プレッパレーターであるスーザン、オーンケージェンによって発見された。発見場所は、ダイナソーパーク類層であるが、ホロタイプの発見場所から 380km の距離だった。また、アルバップ54,559に関して、近くで上岸価格も発見されているのだが、これは臨場骨とつながっていなかったためメルクリケラトプスのものとは、 言い切れず、記載されなかった。メルクリケラトップスは、カスモサウルスと同じくらいの大きさだったと推定される。ホロタイプの臨場骨の長さは7 9 3ト、mm、ルで、ある。2014年、ダイアンらは一つの固有派生形質を標本から見出し、提唱した。その臨場骨は、垂直な三角形で、先細りになると共に狭くなり、棒状の円臨場骨を有する。 そして通常のカスモサウルス赤がそうであるように、トリケラトップスのフリルのように円が丸みを帯びている。円臨場骨は少なくとも6つ、多くて8つ存在した。臨場骨の構造に基づき、フリルにはかなり大きな開口部が存在したものと推測される。メルクリケラトップスはカスモサウルス赤に分類されている。そのグループとしてはカナダでは最古のものであり、また、 アメリカとカナダの双方で見つかったマーストリヒチアンキー以前のケラトプス類としては史上初のものでもある。そのことはメルクリケラトプスの臨場骨がセントロサウルス赤の原始的な長方形のそれからより進化した三角形のそれへと移行する途中の中間型であることを示唆するようにも思える。しかし記載者は若いセントロサウルス赤の個体発生において そのような移行時期が見られないことからその説を否定している。ありがとうございます。